カモンリバプール。どうも皆さん、こんばんは。リバプール大好き YK です。さあ、今回はプレミアリーグ第17節となりました、リバプール対マンチェスターユナイテッドのナショナルダービーをリバプール目線で観戦していきましょう。この試合に遠藤がスタメンということになりましたね。すごい。昨シーズンは 7-0 という対象になりました。果たしてそのような得点差にできるんでしょうか、リバプール。さあ、ソボスライのキックでスタートです。エンドは結構ボールロストが目立っちゃうシーンが多いので、まあ、そこら辺周りのサポートとエンドの判断の速さしっかりしたいですね。さあ、アーノルドのコーナー、うん、さあ流れてサラー、サラー打ってきた。おー、シュートかと思いました。クロスだったでしょうか。ヌネスが触りましたが枠へは持っていけずと、まあ、今シーズンのリバプールからすると一回先制された方がよりエンジンがかかるかなという印象なので、どうなるでしょうか。ナイス、積み重ね、いい出足。さあ倒して流している。さあリバプールチャンスになる。ルイス・ディアスが上がっていく。ルイス・ディアスからソボスライ、ミドルのチャンスもあるぞ。ミドル打ってきた。おお、ちょっと枠まで持ってけなかったですね。ゆうゆきとトヨさん、あれ、ユナイテッド CL 出てました？今シーズン出てたらしいんですよ。でもね、あの次のラウンド進出に出てなかったんですけどね。どうしたんでしょうね、ユナイテッドね。まさかヨーロッパリーグに来るのかな、ユナイテッドは。ヨーロッパリーグに来ても嫌ですけどね。どうなんでしょう。一番嫌われるやつですね、今の。前吉さん、 EL にも来ないような気が。マジで？ユナイテッド、決勝ラウンド進出の2チーム上がれるやつの中にはユナイテッドいなかったんですけど、間違いなく3位にはいるぐらいのレベルのチームだと思うんですよ。さあ、リバプール7本。前半ですよ、これ。前半でもコーナー7本。あのどかのコーナー、まだいけない。ヘディング来ましたが、オナナが弾き出しましたね。うわー、オナナナイスセーブでした。さあ、積み勝つのコーナー、イボル、コナテ。おー、コナテに合いましたが枠へ持ってかれず。今日はボーサラーさんがいらっしゃらないみたいなので、もしかしたらコナテが決めるかもしれません。タッチ割ってしまいました。さあ、ここで前半が終了ということになりました。リバプールかなりボールを握ってましたけども、0対0で前半を折り返します。リバプール今後の予定出しておきましょうか。今後の予定こうなっております。ミッドウィークにもまた試合があります。12月21日木曜日朝5時からはウエストハムとのカラバオカップがホームで行われます。さあ、そして日本時間ですとクリスマスイブ12月24日アーセナルとのプレミアリーグアンフィールドでの対戦があります。このままでいくと1位のアーセナルですからね。ここで倒してポイントを離したいところですけども、どうなんでしょうか。今シーズンマンチェスターシティが取りこぼした試合の時、リバプールも取りこぼしてるイメージ僕の中にはあるので、この試合も取りこぼさないでぜひ勝ってほしいなと思いますけどね。それではハーフタイム企画いきましょうかね。12月後半はお題を変えました。プレミアリーグあるあるということにさせていただきます。ちょっと広くしましたんでね、プレミアリーグによくあることを送っていただければと思います。さあ、すすずさんからいただきましたリバプールあるあるいかせていただきます。審判の名前覚えがち。もうね、審判が目立つ試合がかなり多いですから、あの審判誰ということでね、かなり、まあ、今期なんかはサイモン・フーパーみんな覚えてるんじゃないかってぐらい有名になってますよね。あ、ワオさんからもプレミアリーグあるあるいただきました。スススさんとちょっと似てる感じしますけどね。マン・オブ・ザ・マッチが審判になりがち。主役になるシーンが多すぎてマン・オブ・ザ・マッチ審判にあげるわ。もう両チームとも嬉しくないですよね、審判のなんか誤審っていうのは。まあ、トッテナムはね、かなりサイモン・フーパーに助けられてるところありますけど、取ってもなぜかサイモン・フーパーに助けられてるところありますけど、本当にサイモン・フーパーだけは許さないか。マンチェスター・シティ、そしてリバプールのファンは思ってるでしょう。これでトッテナムが落ちてきてくれてよかったですよ。このまま首位だったらもうサイモン・フーパーやばいですからね。さあ、マスクメロンさんからもプレミアリーグあるあるいただきました。マスクメロンさんのプレミアリーグあるある、ユニフォームの色赤多くなりがち。そうなんですよ、
ホームカラーが赤のチーム、まあ、赤が入ったチームかなり多いですよね。ブレントフォード、ノッティンガムフォレスト、かなり赤いチームが多い。アーセナル、マンチェスターユナイテッド、まあ、半分ぐらいが赤なんで、赤が入ってる、まあ、クリスタルパレスも半分赤ですからね。そういった意味では赤が多い。さあ、渋谷のキュンさんからもプレミアリーグあるあるいただきました。渋谷のキュンさんのプレミアリーグあるある、選手の質と審判の質の乖離がすごいリーグね。え、選手の質はリーグ1位なんですけど、審判の質がリーグ最下位世界最下位ですから、もうそこの乖離がすごいんですよ。ギャップがすごすぎて耳キーンとなるわと、フットボーラーの後藤さんなら言いかねないぐらい寒暖差ありますからね。高低差が、レベルの高低差すごいですから、びっくりですよ。クレインさんのプレミアリーグあるある、審判頭丸すぎね、ちょっと前までは髪の毛あったなっていう選手も結構丸、選手じゃない、審判も頭丸めがちですからね。あ、渋谷のキュンさんからまたいただきました。プレミアリーグあるある、ジャイアントキリング怒りがちね。これがプレミアリーグの、魅力ですよ。下位チームと上位チームの差があんまりないっていうのもプレミアリーグ質、まあ、お金も入ってきてる要因でもありますけども、素晴らしいですよね。これがプレミアリーグの魅力と言ってもいい、リバプールのあるある、ありがとうございます。柴犬さん、マユショさんプレミアファンあるあるいただきました。マユショさんのプレミアリーグファンあるある、ツイッターだるいやつ多いねえ、まあ、どのリーグも多いでしょうけど、特にプレミアリーグ人気があるだけに、日本人もいるだけにツイッターだるいやつが多いプレミアリーグファンあるある、マイソーさんからいただきました。ありがとうございます。あ、マスクメロンさんリバプールあるあるいただきました。マスクメロンさん考えてたリバプールあるある、 CL で対戦したチームの選手取りがちリバプールね、マルイス・ディアスもそうですし、南野もどうです、対戦して活躍したチーム選手取りがちということでました。さあ、後半が間もなく始まりますので、ちょっと画面だけ切り替えますね。さあ、後半がスタートしました。バシーさんのリバプールあるある、ジョタが決めたら負けない。そうなんですよ、ジョタが決めた試合、まあ、ちょっと前にね、覆ってしまったんですけど、プレミアリーグでは確かなかったかなっていう感じですよね。プレミアリーグかアンフィールドでは得点したジョタの試合負けなしというところがあるので、ジョタが得点すると嬉しいよ。さあ、ユウキトトヨさんのリバプレミアリーグあるある行かせていただきます。ユウキトトヨさんのリバプレミアリーグあるある、ビッグシックス同士のサポーターがバチバチだけど、その中でもリバプールは平和口エバートンとのダービーマッチもフレンドリーダービーマッチと言われがち、エバートンとリバプールのファンは仲良しという感じもあります。まあ、激しさで言えばね、ニューカッスルサンダーランドみたいなバチバチもすごいですし、スパーズアーツなんかもね、非常にビッグゲームになります。といったところで、ユウキとトヨさんのあるある、ビッグシックス同士のサポーターがバチバチだけど、その中でもリバプールは平和がち、ありがとうございます。さあ、ハーフタイム企画の今回の優勝者決めていきたいと思います。じゃあ、今回のプレミアリーグあるあるの優勝者は、渋谷のキュインさんのプレミアリーグあるあるにしたいと思います。選手の質と審判の質の乖離がすごいリーグ、僕の中でグッときましたね。渋谷のキュインさん優勝させていただきます、おめでとうございます。あ、渋谷のキュインさん2戦連続だ、あと1回で渋谷のキュインさんプレゼント差し上げますんでね、ぜひ頑張ってください。初めてのリーチの方が出ました、おめでとうございます。さあ、ユナイテッドチャンス、ないか、ガルナチョへ、アーノルドからガルナチョ、ガルナチョ、おー、ナイス、アーノルド、よく触りました。スピードでは負けましたけどね。積み重ね、アントニーカット、ただそのボール積み重ね回収いいですよ積み重ね。あ、フラーフェンベルフが倒れ込みました。この試合結構目立ってた感じもしますが、ちょっと筋肉系のトラブルでしょうか。いやー、今シーズン加入してフラフェメルフ結構パフォーマンス良かったんですけど、この試合もパフォーマンス良かったんですけど、どこか痛めてしまったというところ、この過密日程の中でフラフェメルフも怪我で交代ということになりました。ガクポが代わりに入ります。あー、ソボスライアウト、そしてジョーゴメスが入ります。ちょっとソボスライ今日、周りと合わなかったなっていう
感じでしたので、まあ、これはしょうがないかなっていう感じ、怪我でフラーフェンベルフ、そしてソボスライが変わりました。ソボスライ怪我じゃないですけどね。サラ落ちてきた。アーノルド、おー、遠藤じゃなくアーノルドでパス。ミドル打ちましたが惜しくも枠の左。さあホイルド、ホイルド、ナイスアウト、ナイスアウト。ホイルンドの決定機、アリソンが壁になってくれました。カミソン来ましたね。さあスピード感があってきた。サラ、サラ、サラ、カットインしてシュート、あーこぼれます、ディフェンス押し込めない。あ、アシサ、ガクボじゃなくてソボスライになってますよ。ありがとうございます、疲れます、失礼いたしました。ケイさん、シャビアロンソではなくエンドになってますよ。やってんのよそれで。シャビアロンソじゃないんだから、もともとエンドで合ってますよ。これは早いリスタート。ニュネス、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 あー、リバプール、この試合一番の決定かなと思いましたけども、押し込むことはできませんでした。ファンデイク、この手、この手、この手、おこの手の素晴らしいステップワーク、センターバックと思えない反転反転からシュート。ただちょっとキーパーの正面すぎましたね。遠藤から積みかす、さあ積みかす、インクロス頼む、インクロス、この手、止めた、止めた、ハンド、ハンドアピールしますか、どうだ、さあハンドなんじゃないかという VAR。 いやー、ただに当たってはいますけどね、2度目ですからね。いやー、なしか。まあ今シーズンはね、あれはああいう判定ですよね。え、ダロト、あ、一気に2枚一気に2枚でダロトのレッドということになりました。こういうことがあるのか、連続2枚。あー、ただダロトのジャッジは合ってるんですけどね、これ言い過ぎちゃって、まず1枚で、その1枚に対してもう1枚、ダロトがここでユナイテッド1人少なくなりました。さあこれがラストプレーになってしまうのか。95分を回りました。さあここで試合終了、0対0、痛い引き分けとなってしまいましたね。これはいやー、勝ちたかった試合ですけどね、結果1点も取れず、今季アンフィールド公式戦全勝だったんですけども、ここでストップ、そしてサラーの得点関与記録もストップ、そして今シーズン全試合得点していたリバプールの攻撃もストップということになってしまいました。リバプールはポイントもそうですけど、いろんな記録の意味で痛いスコアレスドローということになりました。悔しいですねこれは。いや、昨シーズン 7-0 という圧勝しただけに、この試合期待かかっていたんですけども、攻撃陣は今日は何もできなかったということになりました。ポゼッション 69%、リバプールシュート数34本、枠内は8というところでネットを許すことできませんでした。コーナーの数12本ですけども、1点も取ることはできず、まあ、決まったのも数回だったかな、 2,3 回いいのあったかなっていう感じのコーナー、まあリバプールは結構コーナーキックは工夫しない感じなんですけどね、まあ、それがあだと出てしまったという感じになるでしょうか。まあ、この試合の収穫という意味ではあまりなかったですかね。遠藤が素晴らしいプレーをしたというぐらいでしょうか。まあ、あとはツミカスがアントニーをポコしてたという感じですね。もう圧倒してた内容だけに悔しいですね。あとどうですか、左ウィングジョーンズ出さなくてもな、ルイス・ディアスのままだったらな、あの結構クロスが入ってきてたんで、ああいうとこルイス・ディアスがいたらよりヘディングも強かったと思いますし、あのジョーンズ変えちゃったのがどうなのかな、まあ、過密にって考えてなんでしょうけど、やっぱ勝てないと意味ないですからね。まあ、ただ嬉しい悩みですよね、昔のリバプール暗黒期からすれば引き分けで悔しがれるなんて強いチームになりました。強いチームの証拠ですね。あ、村上さん、ダンカンこの野郎お疲れ様です。いや、たけしさんじゃないから俺こういう癖あった、俺にあんちゃんよ、あんちゃんダンカンバカだもん、またやろうやめろこの野郎、いやじゃないのよ、
その節あったなら謝りますけどね、まあ、今日のフラーフェンベルフは結構個人的には好きでしたね。攻守にわたって動いてたし、結構パスずれちゃうこと多いんですけど、今日はサラへ早めの中のパスとか、まあ、スルーパス的なことはなかったですけど、結構ドリブルなんかもボールもキープできてたり良かったかなと思いますけどね。怪我しちゃってちょっとどれぐらいかかるか心配ですね。すいません、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。皆さん遅くまでありがとうございました。次回はですね、カラバオカップがありますね、ミッドウィークにウエストハムとのカラバオカップがございますので、そちらでもしよかったらよろしくお願いいたします。ということで、プレミアリーグ第17節リバプール対マンチェスターユナイテッドの試合は、リバプールが圧勝、期待された試合でしたけども0対0のスコアレスドローということになりました。本日は以上にしたいと思います。もしよかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは以上です。バイバイ、ありがとうございました。次はやってやりましょう。ありがとうございました。